FFL 公式チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。 FFL プロデューサーの藤です。本日は1月28日に行われる FFL セレクトカップナンバー2のドラフト結果発表、チームの紹介を行わせていただきます。この動画はメインスポンサーであるセレクト様のご提供でお送りいたします。それでは早速参りましょう。まずは参加者の皆様をご紹介する PV をご覧いただきます。セレクトプレゼンツドラフト結果発表会スタートです。ということで、今大会はご覧いただいたストリーマー様、プロチームの皆様にご参加いただいております。それでは次にメインスポンサー企業様のご紹介です。セレクトとは、e スポーツ活動を支える全ての人を応援する総合プラットフォームです。セレクトアプリをインストールして気になるプロジェクトをすぐにチェックしましょう。プロジェクトに応募して e スポーツを仕事にするチャンスを手に入れてみませんかということで、こちら e スポーツで働きたいという方にはうってつけのサービスとなっております。セレクトアプリ内にはプロジェクトという機能がございまして、こちらには左の画面のような形で e スポーツ業界の求人が掲載されております。こちらの画像は先日行わせていただいたセレクトカップ運営のインターンを募集した際のページとなります。大変ありがたいことに119名もの方からご応募いただきました。他にも今大会にプロチーム枠で出場いただいているレディアン e スポーツさんの運営やミーティアさんの企画広報マネージャーの募集などが掲載されております。なかなか一般の求人サイトでは e スポーツ業界の求人は見られないと思うので、興味のある方はぜひ概要欄からダウンロードしてみてください。それでは今大会の説明をいたします。今大会は昨年7月に行われた FFL セレクトカップの第2弾です。20名のストリーマーが20のプロチームからドラフト指名を行いチームを結成。ここでしか見られないストリーマーとプロプレイヤーによる唯一無二のドリームマッチをお届けいたします。そしてドラフトのルールがこちらです。まずストリーマーの皆様には希望のプロチームを指名していただきます。1位指名に被りがあれば運営の方で抽選をさせていただき、外れた場合は事前に希望した2位指名以降の残ったチームから組んでいただきます。ドラフトに成功したプロチームの選手2名と練習カスタム、そして当日の大会に出場していただきます。またチーム内でプロ選手の入れ替えは自由なので、マッチごとに組み合わせを変えていただいても結構です。フェンネルで例えると第1試合をピノタ選手、モーモン選手、ストリーマーの3人で戦い、第2試合はモーモン選手、シャカボー選手、ストリーマーの3人で戦うといったような形で入れ替えが可能というルールになります。ここも面白いポイントの一つかもしれません。それでは皆様お待ちかねのチーム発表に参ります。まず紹介するのはボブサップエイムチームです。エイムさんは NA の強豪クラウド9を獲得。クラウド9は天才 IGL ザック選手と TSM のストリーマーでもあるアルブラレリー選手が参戦します。日本のコミュニティ大会で彼らの姿が見れるのは心が躍ります。エイムさんとクラウド9の言語の壁を越えた交流は今大会の見どころの一つです。続いては TIE ルーチーム。彼が指名したのはミーティア。日韓3位に輝いた実績を持つ元 GTS ブラックで構成されたチームです。別ゲーでスナイパーキル数世界一を達成し、 APEX 大会でも数々の実績を残してきたルーさんとの組み合わせはまさに鬼に金棒。配信も盛り上がること間違いなしでしょう。次に紹介するのは黒騎士 Y チーム。エペ祭りで優勝経験のある黒騎士 Y さんはドーナツ USG と組みます。
競技シーン古参勢で構成された USG は惜しくも ALGS でプレーオフ進出を逃すも、ここが確かな実力を持っており、今後のプロリーグに向けて黒騎士 Y さんをキャリーして弾みをつけたいところです。続いては翔丸チームです。翔丸さんはなんと3人競合のすべ見事四股六を引き当てました。今競技シーンで最も愛されている男たちといっても過言ではない四股六。各々が強烈な個性を持つ彼らと翔丸さんとの化学反応は一見の価値ありです。今大会の目玉になることでしょう。続いてオボチームの紹介です。オボさんはフェンネルと組みます。こちらはオボさんの単独1位指名という結果になりました。過去のドラフトカップではピノタ選手と、前回のセレクトカップではシャカボー選手と組んだ経験からの指名でしょうか。指名理由もカスタム配信などで伺いたいところです。続いてマサノリさんチームはこちら、 SBI e スポーツと組む形になります。ということで最強パッド集団が完成したという格好になりました。 SBI はかなり若いチームで ALGS にはまだ参加していないものの、次世代の日韓競技シーンを担っていく存在として要注目です。続いてバーチャルゴリラチームは単独1位指名でユーリス選手率いるトレントを獲得しました。ゴリラバーチャル系 YouTuber という唯一無二の存在である彼は、日本文化に興味津々なユーリス選手に一体どんなジャパニーズカルチャー、ひいてはゴリラカルチャーを教えていくのか。ここも実力者が集うチームということで優勝候補筆頭でしょう。続いて紹介するのが打足チーム。こちらも単独1位指名で一本釣りを果たし、 FC デストロイとチームを結成。 FC デストロイといえば FFLGGC で日本代表となり、 ALGS ではプロリーグ予選からの参戦でプレイオフ8位に入るなど、今ノリに乗っているチームです。見つけた敵を全て倒しに行く超強気な破天荒ムーブに打足さんは馴染むことができるのでしょうか。こちらも見どころです。そして次が個人的に一番熱い組み合わせとなりました、素手滝チームです。結果はこちら、なんとかつての戦友がいる V3 ベガと共闘します。感動的な展開となりました。かつての競技シーンを見ていた人にとっては胸熱な展開でしょう。非常に楽しみなチームでございます。続いて TIE プライスさんが組むのがユナイトです。先日の ALGS プレイオフで2位に輝き、日本チームでは1番となったユナイトになりました。自称 TIE の何でもやプライズさんもプレデター経験者なので、戦力的に優勝候補の一角と見ても良いのではないでしょうか。活躍が非常に楽しみです。続いてデップチームはこちら、スカーズ EU をなんと単独1位指名で獲得。最強パッド使いランキングでは常に名前の上がる実力者デップさんと、元欧州王者スカーズ EU の組み合わせは強すぎますね。個人的に優勝筆頭格なのではないかと期待しております。続いて紹介するのは太陽チーム。獲得したのはフローラとなりました。 FFLGGC 日本代表になり、今日本最強の呼び声も高いフローラですが、海外でプロゲーマーとして活躍する太陽選手と組むことに。海外に挑むフローラとしては、世界の e スポーツの第一線で戦う太陽さんから様々なことを吸収する絶好の機会になりそうです。配信でのやり取りにも要注目です。続いて紹介するのがデスティアチーム。台湾で人気を博し、ツイッチ登録者数11万人のプレデターデスティアは、欧州の強豪チームギャンビットを獲得。 IGL のハーデッキは先日の超滅 APEX でその実力を遺憾なく発揮したワールドクラスのプレイヤーです。日本のコミュニティ大会にチームで出場するのは初めてなので、その実力を見るのが今から楽しみです。次はミーチームのご紹介です。ミーさんは女子プレデター世界一の実績を誇る最強 APEX 女子です。彼女が組むのは元バカガキのゲームウィズ。男女混合最強チームの誕生なるか。練習カスタムから活躍が楽しみです。次にサクサンカノンチームの紹介です。彼女はレディアン e スポーツとチームを結成。魔法少女軍団と清楚系 VTuber サクサンカノンが織りなす連携とコメディには必見です。ぜひカノンさんには魔法少女たちの APEX とお笑いのポテンシャルを最大限引き出していただきたいところです。個人的に神刃一番面白そうなチームかなと思っております。続いてオデビルチームの紹介です。競技シーンにも参戦していたオデビルさんは実力も確かですが、そのトーク力を生かしたライブ配信が大人気です。獲得したのは戦国ゲーミング。
すでに引退を発表している翔選手も参加していただけるとのことで、戦国の仲間と最後の晴れ舞台に挑みます。次に紹介するのは仏チーム。 R by R クローバーとチームを組みます。こちらは仏さんご本人からメッセージをいただいているので聞いてみましょう。セレクトカップで R by R クローバーと組んだ理由はもうただ一つ、俺の大嫌いな栗原を超えるため。ここで俺がジブで活躍すれば栗原を超えたっていうことになる。なんで嫌いか、だってあいつのジブ超天才だからね。あいつのせいでうちの釈迦坊がボロクソアンチに言われてるわけよ。だから嫌いです。頑張ります。もしかすると栗原選手も出てくれるかなということで、こちらも必見です。残るは3チームとなります。お次に紹介するのはクオリア空チーム。エイパックサウスの U、リグナイトサウスを2名競合の末獲得。クオリア空さんは英語、タイ語、日本語を話すトリリンガルで、 VTuber 最強決定戦では最多キルを獲得し優勝を成し遂げたこともある実力派女性 VTuber です。プレー面でもコミュニケーション面でもジェンバーデン選手やテンプレックス選手との掛け合いに注目です。続いてパカエルチームの紹介です。こちらも VTuber 最強決定戦で優勝経験のある実力派 VTuber。 今大会は2名競合の末リグノースを獲得。日本チームの中でも人気の高い個性派集団である彼らと協力して優勝を狙います。個人的には久しぶりに玉那覇選手のパスライトイヤーが見たいところです。そして最後になりましたチームがこちら、シークレットということで、こちらだけ予定されていたストリーマーさんが諸事情で参加できなくなってしまいましたのでお誘い中でございます。一体どなたがオルトロスファングと組むことになるのか、速報をお待ちください。以上ご紹介させていただいた20チームで今大会は開催させていただきます。改めてご覧いただきましょう。こちらになります。ストリーマーとプロチームによるドリームマッチ FFL セレクトカップナンバー2は今週金曜日の1月28日に開催されます。そして明日から3日間はセレクトカップカスタムを開催。先ほどご紹介させていただいたチームで夜の9時から12時まで練習カスタムを行います。紙視点配信はございませんが、各参加者様の個人配信をぜひご覧ください。それではまた FFL チャンネルでお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。